今回は我が家の苔まみれの60センチ水草水槽ですね。こちらのリセットの第3弾目の動画になります。まあ、前の動画でですね、まあ最初に現状の報告と水草を抜いていく作業で、2つ目の動画で水草の苔取り作業ですねをやって、いよいよ今回ですね、こちらの水槽を完全にリセットしていく様子と水草を植えていく様子を紹介していきたいと思います。今回のね、動画を最後まで見ていただければ、まあリセットの方法とか、まあリセットのコツですかね、その辺も紹介していきますので、まあ初心者の方向けになると思いますが、ぜひね、動画最後までご視聴ください。またね、あの苔まみれだった水槽がどこまでね、綺麗になっていくかっていうのを、ぜひね、見ていってください。まあ、初めに比べればね、だいぶ良くなったと思いますので、ぜひね、その様子、まあ、それでね、これから維持できるかっていうのがまた重要なので、一瞬でね、また元通りになってしまったらどうしようもないので、その辺ですね、あの苔まみれの水草を再利用して、さらに、まあ、綺麗な水槽になるのか、まあ、これが継続できるのかっていうのをぜひね、見ていってください。最初はね、まず水をどんどん抜いていきます。まあできるだけね、上の綺麗な水を、まあそうですね、種水として取っておきたいので、今回20リットルぐらい、取っておきました。で、綺麗な水を取ったらもうあとは、まあ魚をすくって、そのまあ綺麗な水の中にちょっと避難させておきます。まずね、この種水を取っておくのが大切ですね。まあ全部新しい水に取っかえちゃうと、バクテリアが全くいなくなってしまうので、まあできるだけね、綺麗な飼育水はある程度使いたいので、まあバクテリアがいっぱい入ってる水ですね。そちらを取っておく必要があります。まあ、本当はね、苔が結構あるんで、あんま取っておくのは微妙かなとも思うんですけど、やっぱね、バクテリアが結構重要なので、今回はまあ20リットル取っておくのと、フィルターはね、外部フィルターを使ってるんですけど、それはね、全く交換せず、フィルターの掃除とかはせずに、使います。こんな感じで。で、バクテリアが入ってますので、フィルターにもエアレーションしておきます。避難してる、この生態、プラスフィルターですね。こっちにもエアレーションしておきます。中にね、バクテリアがいるので、まあ2時間も3時間も入れとくと、まあ放置しとくと、まあバクテリアが死んでしまうので、このフィルターのバクテリアを死なせないために、フィルターの方にもエアレーションをしておきます。なので、リセットするときは、フィルターは交換しない方がいいですね。できるだけそのままフィルターを使った方がいいと思います。そうすることによってね、バクテリアをかなり残せますので、それがね、早く立ち上げるための、まあ、コツというかポイントになりますので、ぜひね、立ち上げの際はフィルターはいじらずに、まあ、水槽がある程度立ち上がってから、まあ、フィルターの掃除とかをするようにした方がいいと思います。そしたらですね、今度は砂利をどんどん取っていきます。めちゃめちゃ汚いですね。まあ、先ほどからね、猫がちょいちょい映ってるんですけど、まあ今まで自分ち、あの、黒と白のモフモフした猫しか紹介してなかったんですけど、実はもう2匹いて、これで全部勢揃いですね。合計3匹います。最初出てきた茶色いのと、今ちょっと映ってた黒っぽいやつ、グレーっぽいやつですかね、の3匹います。あの、モフモフ以外はね、ちょっとね、臆病なので、なかなか出てきませんが、こうやってね、水槽とか、まあ、いじったりしてると、まあ、興味津々で、よく出てきます。一緒に手伝ってくれてます。まあ、邪魔してるだけですけどね。こんな感じで、まあ、砂利を、外で綺麗に洗ってきました。本当はね、砂利も飼育水とかで洗った方がバクテリアを残せるかもしれないんですけど、もうこれ、3年ぐらい放置してるんで、もう汚れがすごすぎて、まあ、どうしようもなかったんで、これはもう、水道水でめちゃめちゃ洗いましたね。いくら洗ってもね、全然ね、汚れが、ね、残っててね、全然濁りが取れないので、めちゃめちゃ洗いました。めっちゃ時間かかりました。で、本当はね、これ、先にね、イニシャルスリッツスティックを引かなきゃいけないんですけど、完全に忘れてまして、先砂利引いちゃったんですよ。なので、こんな感じで後から引いてます。まあ、水草の肥料ですね。イニシャルスティックです。これもね、前使ってたのが残ってたので、引きました。まあ、大体規定量が、蓋1杯半ぐらいだったかな。なんで、まあ、本当はね、こんないらないかもしれないですけど、陰性水草ばっかなんで、まあ、とりあえず規定通り入れてみました。で、こっからどんどん水を入れていきます。砂利ね、めちゃめちゃ洗ったんですけど、やっぱどうしても多少は濁っちゃいますね。で、こっから、まあ、ジョロでね、ひたすらバケツリレーです。で、ヒーターも設置して、こっからいよいよ、水草を植えていきます。これはね、前の動画で、苔取りをした、水草たちですね。これは、クリプトコリネのベンティーグリーンだと思います。だいぶね、まあ、苔取りをして、まあ、かなりね、強力な苔取りっていうか、まあ、荒領事を使ったんですけど、苔取りをして、まあ、大和さんの水槽に、まあ、一晩、まあ、一日ぐらいかな、一日つけといて、まあ、一晩ですね、一晩つけといて、こんな感じで植えてます。で、この後もね、大和さんもそのまま入れるんで、まあ、残りの苔も食べてくれるでしょうってことで、バンバン植えていきます。で、こっ
ちらがね、とりあえず水草のストック水槽なんで、もうとりあえず適当に植えてますし、さらにね、この後ですね、水草を新しくかなり購入しました。水草と、あと、流木ですね。このアヌビアスとかミクロツリウムがほとんどなんで、流木に活着させようと思って、まあ、流木と、そうですね、水草、本当いっぱい追加で購入したんで、レイアウトがね、まだ後なんですよ。届くのが、まあ、この時届いてたかな。この後か、この次の週ですね。この次の週で届くので、とりあえずこんな感じで仮植えをしといて、追加の水草と流木が来たら、本格的に、植えていこうと思います。ただね、本当水草のストック水槽なんで、まあ、レイアウトセンスもないですし、本当に大した水槽にはならないと思います。まあ、苔の改善と、まあ、多少は水草が紹介できるかな、ぐらいな感じの、まあ、低クオリティな、まあ、初心者の水槽ぐらいですかね、になるかなって感じですね。ほんとね、皆さんがね、よく動画で上げてるような綺麗なフレームがない水槽で、まあ、流木とか石使ってめっちゃ綺麗にレイアウトして、まあ、CO2 入れて、みたいなね、ほんと綺麗な水槽にはならないので、すいません。もうまあ見てわかると思うんですけどね、この昔ながらの古いフレームプラス、まあ大磯砂っていうね、まあ、かなりまあ初心者向けの昔ながらの水槽ぐらいな感じですね。まあそんな感じになります。まあ今ねちょっと映ってましたけど、まあヤマトはね基本ちょっと点滴法で入れていきます。でこっちの魚たちですね、チェリーバブルたちと、まあ、元からいたヤマトはこっちもね水合わせはある程度、まあ点滴よりは雑にしたんです、雑にして、まあ入れていきます。まあこの辺はね強いんで多分大丈夫だと思います。ヤマトも多分ね、まあ慣れてる水なので大丈夫だとは思います。で飼育水もこんな感じで入れました。まあ先ほどね、まあ普通の新しい水は半分ぐらいですかね。で飼育水をプラスで入れていく感じで、まあフィルターの方にも飼育水が残ってますし、フィルターのろ材も全部そのままなんで、バクテリアはねかなり入ってると思います。それが水槽をかなり早く立ち上げるポイントですね。まあ水槽をまあ全リセットしてもかなりの量のバクテリアが、まあ、フィルターと飼育水によってまあ水槽に入るっていうのがポイントですね。まあ、ただね、良くない点としては苔のまあ胞子とか、まあ、プラスで苔が入っちゃったりして、まあ、元通りの苔まみれになる可能性もね、まあ、そういうリスクもあるとは思います。まあ、なのでまたすぐにね苔まみれになってしまうかもしれないですし、まあ、水替えしたことによってまあいい感じの水槽になってくれることをまあ祈ります。でこのねアナカリスがちょっと一個だけ入ってるんですけど、これはなんかエビの足場と一緒についてきたアナカリスですね。エビ買った時に足場としてよく水草とか入れてくれますよね。それをねまあそのまま入れておきます。まあこちらのね、有形層があるとね、まあ栄養を結構吸ってくれるので、まあ立ち上げの時に、まあ栄養をよく吸ってくれる、まあアナカリスとか松毛とか、まあ有形層ですね。それを入れておくことによって、まあ余分なね、栄養を吸い取ってくれるのであると、いいと思います。陰性水草だけだとね、どうしてもね、そういう吸着量とか吸ってくれる量が少ないので、こんな感じでね、ポットスライムもね、多分結構栄養吸収してくれると思うので、とりあえずね、放り込んでおきます。ポットスライムはね、後々もずっと入れとくかもしれないですけど、ちょっとそこは様子見ながらですかね。で、新しく買ったエビたちですね。まあ一晩ね、あの、苔まみれの水草入れといたんで、うんこいっぱいしてますね。まあ20匹もいますからね。まあ、点滴で水合わせをしたので、この子たちをね、網ですくって入れてこうと思います。まあうんこがいっぱいあるので、まあ、できるだけこの糞は入れない方がいいかなと思って網ですくおうと思ったんですけど、全然まあ撮影しながらだとすくえないので、まあ頑張ってすくって全部入れました。まあこんな感じで、まあエビの入ってたねこちらの飼育水もまあバクテリアがね多分いっぱい入ってると思うんで、まあこっちもね追加しつつ、そうですね、あとはまあこの立ち上げからこの動画では1週間ぐらい経った様子も紹介してきますので、ぜひね、まあ、1週間ぐらい経って水が落ち着いてどんな感じになったかもまあ見ていただければ、よりね、わかると思います。もしかしたらね1週間でめちゃめちゃ苔が入るとこまで戻ってしまうかもしれないんでね、まあ、ぜひねその辺はお楽しみにしててください。こちらがね導入直後の様子です。まあエビさんたちがね、ヤマトたちがいっぱい入りまして、まあチェリーバルブたちも入っ
ってって感じですかね。で1匹ねこのチェリーバブルが飛び出してしまってもうね瀕死状態だったんですけど、もう結構ね多分時間経ってたと思うんですよね。もうホコリまみれになって1匹飛び出してしまいました。蓋してたんですけどねちょっとね隙間から出てしまったみたいで、まあ今ちょっとあの1人だけ離れて上にいるやつが多分飛び出したやつで、まあこの子がねちょっとはね持ち直したんですけどね、最初の頃はもう水入れても全然横たわっちゃってたんですけど、ちょっと経ったら持ち直したんですけど、なんかね多分後日ちょっとねお亡くなりになってしまいましたね、残念ながら。でこんな感じでまあだいぶまあそうです、これ多分何時間か経った後だと思うんですけど、まあやっぱね立ち上げ直後なんでまあそこまでまだ綺麗ではないですけど、でよく考えたらね我が家ビオトープやってるんで有形層いくらでもあるなと思って、で、まあ、久しぶりにちょっと有形層も試しに育ててみようかなってことで、ハイグロフィラとルドビジアレッド、グリーンロタラ、あとパールグラスをちょこっと植えてみました。こんな感じで今右隅にアップにしてたのが有形層たちですね。まあこの辺のね強い種だったら育つかなと思って試しに植えてみました。でそして1週間後ですね、ちょっとね昼間に撮ったんで反射しちゃって見にくくて申し訳ないんですけど、まあ一週間でね、さすが有形層結構伸びましたね。ルドビジアとか結構ね、育ってくれてますね。この辺、今映ってるですね。グリーンロタラも根っこ出てきましたし、ハイグロフィラもだいぶ出てきました。これでね、まあ初期の立ち上げの栄養を吸ってくれればいいなと思います。多分ね、CO2 もないんでうまく育つかどうかはちょっと怪しいですね。で、こんな感じでね、一週間後まだね、苔には見舞われず、なんとか、綺麗な状態を保ってくれてます。まあ、エビちゃんを大量に入れたおかげかもしれないです。でここからね後日さらに新しい水草ニュー水草をですねかなり導入しますので、ぜひね今後の展開も楽しみにしててください。そして今回の投稿が多分今年ですね最後の投稿になると思いますので、本年も皆様いろいろお世話になりました。動画見てくださった方、いろいろコメントくださる方、いつも、お世話になってる方本当ありがとうございました。まあ、今年はねいろいろあった年ですが、まあ、自分はね今年の2月から YouTube を始めまして、まあ無事ね皆様のおかげでなんとかやってこれました。まあ来年もまあビオトープ、スイレン、メダカを動画をメインに配信していきたいと思いますので、ぜひね今後ともよろしくお願いします。まあ、最近はねちょっとアクアリウムの動画出してるんですけど、まあ、冬はネタ切れっていうのとあんまりお世話することがないので、冬はちょっとねアクアリウムの方にもまあちょっと手出ししてますが、まあ、メインはあくまでもメダカ、スイレン、ビオトープあたりなので、まあ時々アクアリウムって感じですかね。本当ね自分幅広くね結構いろいろ好きなんでね、いろいろやりたいんですね。本当観葉植物とか、まあ、普通のね植物も好きなんで、まあ本当まあいろいろな動画出しちゃってなんか申し訳ないんですけど、まあビオトープとかメダカとかの方だけしか興味ない方とかいるとねちょっと申し訳ないんですが、まあ、もちろんねそっちの動画をメインにバンバン出していくので、まあ今後ともね、ぜひともよろしくお願いします。まあ、まだね YouTube 始めて1年は経ってないんですけど、まあ皆様のおかげで2000人ちょっとぐらいのチャンネル登録者数まで来れたので、来年はね、まあ、頑張って5000人ぐらいまでいけたらいいかなと思ってますので、ぜひね今後ともよろしくお願いいたします。では良いお年を。